なったぞ。仕留めたの。いやいやいや、もうライフポイントゼロなんだけど3回やられたからさ、はい、これが真実の姿。まあまあまあラスボスはねそんなすぐには終わんないでしょ。あ、よかった、ゲージは残ってますね。まあ、続きということで、まずは回復をね優先しましょう。いやーちょっと待って、羽増えてんだよね。どうしようか。いやーまず回復かな。回復しよう。これで一旦回復いけるかな。ドラゴンバレットかっこいいけど、わー、あやべえ、乱丸だけ乱丸だけしのいだ、さすがだね。さあここちょうどいいね。ライドで合わせていこうか。絆技をね。乱丸決めてくれ。35ターンだ。うわ、めっちゃあるんだけど。左翼、右翼。右強攻翼。左攻強翼。こう、左強攻翼。ちょっとこっち狙ってみようか。はい。オッケー、2400でかい。いいよ。ドラゴンバレットまた来るよね。ただこれ3回攻撃なんで、どうしようかな。一発は確実に潰せるんだよね、これ。であれば、ダブルアタック用に1個もらおうか。ダブルアタックで確実に1個潰せるってことなんでね。右強攻力 OK、 まあ2発は確実にもらうんですけど、わお、あ一発だけ、あそっか、強攻力翼の数だけ攻撃が減るんだ。 OKOK、 了解しました。であればレースで先に潰しちゃおうか。ライド技でね、ダブルアタック優先かなと思ったんですけど、そういうわけでもないね。強攻力を狙いましょう。オッケー、2個破壊した。どうだ、これで減ればいいけども、ちょっと待って、これディアボロスにしようか。ちょっと溜まってるんでね、これで攻撃回数が減っていればいいんですけども、どうでしょうか。あー、最低2回ってことかな。カイルは回復行動してくれないんで回復してあげようか。 OK、ここからだ。はい。さあ主人公たまったんですけどカイルがやばいんでレウスに変えようか。レウスに変えて、生命の粉塵。ここからだ、任せろ。おい待て、カイルのせいでちょっと待って、出せないんだけど大粉塵使おうか。礼は後だ。 OK、あ、でもあと一旦待てばカイル回復したんだね。合わせていくかな。いやーでもなー、どうしようか。合わせれば大ダメージなんだけど、まあ、このままいこうか。OK、でこれで片方壊したから、あと残り1個をディアボロスで狙いましょう。ディアボロス見たっけ俺、まあいいか、これ見た気がするんだよね。一回見とこうか。絆技ね。あれ、あ、そっか、全体攻撃か。そっか、個別の部位狙えないんですね、この、ディアボロスですわね。すげえ初めて見たしすごかった。さあじゃあレースに戻すか。いやダブルアタックでいこうか。いやちょっと待って、レースに戻そう。そんなにダメージなかったし V ダメージじゃないんで、ちょっとね翼をで仕留める。何か分かったの？勘だ。でもこれしかないと思う。いいか？奴の動きを止めたい。黙らせる。だが鱗が邪魔だ。頼む。一撃で決める。あ、オッケー。いや神々しすぎるけど、さあ止めればカイルが決めてくれますね。あのカイルが頼むっつってすげえな。さあ傷の技で、どっちでもいいのかな、狙っていこうか。インジェネス、ちょっと待って、オッケー、大技が来る。早く、ちょっと待ってね。やべえ、翼の覆いを剥がさないと。片方ね、ちょっと待ってよ。ここでじゃない、ここでポータル爆弾 G。G をちょっと使っていこう。どうだ。あー、いや、どうなんだ。でもね、次のターン多分確実に壊せる。効いてるはず。ナイスナイスナイス。あ、微妙に足んない。今だ。俺が翼の光を狙う。チャンスは一度しかないぞ。あ、分かってる。もう帰るのか。ああ、ずいぶん長いしたからな。帰る、忘れないうちに。そうだった、これを。あ、これは月乃が探し出してくれたんだ。ん、ありがとう。また会いましょう。ああ、ところであいつは。ああ、それが。どこへ行ったのかと思ったら今日もここに。相棒はずっと待っているんだよ、レウスが帰ってくるの。レウスは命がけで私たちを守ってくれた。レウスがいなければアルトゥーラを止めることはできなかったわ。そうだな、お前たちのおかげでマハナは救われた。それだけじゃない、カイルや月乃それにここへ来るまでの旅で出会ったたくさんの人たちにも力を貸してもらった。レドも守りレウスも誰一人欠けてもできなかった。村に帰ってみんなに話して聞かせるよ。あいつやあんたたちと出会って旅をしていろんな経験をしたこと、ライダーとモンスターの絆のことを。アルトゥーラは消滅した。レウスと結びし絆、その絆を信じ慈しむことで生じた大いなる力、破滅を希望へと転じることができたのは紛れもなくお前たちだ。お前たちの行いは伝説としてマハナに語り継がれるだろう。お前たちって俺もか。うん、お前はもうレドの孫というだけではない。マハナを導く立派なライターだ。新しいリーダーの誕生か。ウキウキワクワクだな。お前たちには禁足地にある竜の寄り地への立ち入りを許可しようと思う。ガラ様、あそこはマハナのライダーが足を踏み入れることを許されていない危険なところ。生息するモンスターを知る者はいない。ケイナの言う通り、竜の寄り地に生息するモンスターを知る者はマハナで唯一レドだけだ。レドが？そう、あそこに足を踏み入れたライダーはレドだけ。かの地に赴き、世界で何が起きようとしているのかに思いを馳せていたのだろう。アルトゥーラを制したお前ならきっと何か得るものがあるはずだ。そうか、そうだね。君はもうこの村を導くライダーだもんね。よし、私にも手伝わせて。君たちの力になるからね。ケイナ、この度の出来事の影響か、各地でより凶暴なモンスターが巣立っていると聞く。影響は大きかったんですね。うん、全ては自然の断り。各地へ赴き知見を深めるのも良いだろう。ルトゥーへ戻ればアルマも力になってくれる。クアン村へ行けばきっとアユリアさんもリベルトもシュバルも協力してくれるはずだ。あとカイルと月乃も。全部君が結んだ絆たちだね。みんなと結んだ絆をたどる冒険か。まだまだ終わらないね。ああ、そうだな。それじゃあ早速竜の寄り地とやらに出発だ。あれ、あ、まだ終わってない感じエンディング終わったからさ、終わったのかなと思ったんですけど、真実の絆、レースと共に駆け抜けた、羽ばたきの矢に貫かれアルトゥーラは無償した、真実に導かれ築かれた絆、新たな真実が紡ぎ出されていく。あ、これはどうなんだ。はい、あ、クリアっちゃクリアなんだね。はい、竜の寄り地は巨大なダンジョン。あー、やり込みなのかな。この世界には通常のモンスターよりも危険なモンスターである上位モンスター。ああ、名前が赤色なんだって。その素材からはより強力な装備を作ることができます。ああ、はい。ああ、どうなんだろうね。ストーリー的にはまだあんのかな。はい。まあちょっとわかんないんで、一旦閉めとこうか。いやまあ、多分ね、終わりっちゃ終わりなんだよね、ストーリーは。はい。まあでもいいゲームでしたね。なんかこう、すごく丁寧に作られてて、まあバグあったのが、まあそういうところも含めてね、すごく丁寧に作られてましたね。で、あとは、最後のアルマ何だったのみたいな。結局、さ、アイルアレルギー治ってなかったよね。ね、勇気を出して、村にいるね、アイルに触れたらね、くしゃみが出ましたもんね。ねえ、長年のね、長年っつも、竜神族めっちゃ長生きだもんね。何十年、何百年と生きて、ようやく治ったと思ったら治ってなかったっていうね、すごく悲しい、ね、感じでしたけどね。まあ、いつか治ればいいですけどもね。はい。で、あとはなんだろうな。まあ、いろいろ全部終わったんですけども、なんだっけ、ゼラード含めたなんだ、骨の人たちいたじゃないですか、謎の集団。あれに手を貸していたハンターたちはどうなったのかっていうところが描かれてたっけ？なんかちゃんとこう制裁受けてるとこ見たような、なんかあったのかな？忘れてるだけかもしれないですけどね。どうなったのかっていうのは、ちょっと気になるところですけどもね。親父さんがしばいてくれていたらいいなっていうふうには思いましたね。はい。あとはまあエンディングのみんなのこのその後のね、話みたいなのが想像できる絵が良かったですね。はい。そんなとこかな。で、あとはまあ一個だけ気になったのは、まあやっててこう、まあしょうがない部分もあるんですけども、ロードがね結構長めなのかなと思いましたね。まあその動画に関しては多分編集っていうほどでもないですけど、ロードはね、カットしてるんで気にはならないと思うんですけど、プレイしてる感じではね、戦闘入る前とか、後とか、あとはムービー入る前とか、で、まあ結構ね、ロードが入るんですけども、で、そのロードが1回ごとにね、10秒とかね、そこら辺かかってるんですよね。で、個人的な理想が3秒なんで、ちょっと、長えなとは思いましたけど、まあまあそれぐらいかな。どうだろうね。SSD とかあるやつであればね、まあまあまあ、いっか、しょうがないですよね。はい。はい。まあ、最終的にこう、ラスボス感あふれる装備でね、終わらせてしまいましたけども、モンスターハンターストーリーズ2のストーリーかなは、これで終わりになりますということで、今までありがとうございましたということで、お疲れ様でした。